MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。今回はこのプロポのお話です。いろいろ経験したり、エキスパートの方とかメーカーの方とかワークスの方とかお話を伺っていく中で貴重な情報を教えていただいていることもいっぱいあるのに忘れてしまったりすることもまああるんで、今回ちょっとまとめてその辺りを保存版としてやっていきたいと思います。早速なんですけれども、 M17 のここに蓋があるんですよね。こっちは充電用の口なんですけれども、ごめんなさい、蓋今ちょっと紛失して注文してるところなんです。これよく落とすんですよね。でしょ。で、こっち、今回はそれを、じゃなくて、こっちを外します。すると、ここにスロットが2つあるんですね。1つは SD カードを挿す口となっていて、バージョンアップするとソフトウェアのね、アップデートがあった時とか、あとここの中で作ったセッティングを保存したりとか、いろいろ使い方があるんですが、そっちじゃなくてもう一つの方、ここね、受信機の、受信機というか、サーボの、これね、これ今 420X ありますけど、このサーボ、ステアリングサーボの、これ、端子をここに挿すことができるんですよ。で、何ができるかっていうと、このサーボのセッティングができる。マルチセッティングギアという機能なんですね。で、ちょっとこれケーブルが短くって、延長コードを持ってないので、アングルちょっと変えます。はい、上からの絵に切り替えました。ここにサーボのコードがあるんですけど、これね、ほら、やっぱ短いんですよね。で、これを、ここのプロポの口に直接差し込むんですよ。ここね。ここ、接続する口になってます。で、これやっぱり延長コード欲しいな今度買おう。で、これをここに差し込む。はい、差し込んだ。で、差し込んだ状態で電源入れるんですけど、もう車の電源関係ないです。ここ、スイッチ2を押しながら電源ボタン、プロポを押してあげます。すると、はい、ここが赤くなります。で、いろいろできるんですけれども、ダイレクトモデルセレクトとか、なんちゃらかんちゃらとあって、ここ、マルチセッティングギアというところに合わせて決定をする。すると、ここで読み込み、今のサーボのセッティングを読み込むんですね。で、読み込んだ時点でこうなります。今の私のこのサーボはこういうセッティングになってるということなんですね。で、これを、お好みの数字に変える。変えたとしましょう。例えばね、この、マックス、ピュアパワーっていうのかな。これを、こう、選んで、上げたり下げたりする。これ100でいいなら、100にすると。例えばですけど、これ1でしょう。その次を、例えば、79にする。こんな感じにしました。ね。これいろんな項目があるんですけど、何が何っていうのはまた説明書見たりとかしてチェックしてみてください。いろんな項目、サーボの味付けができます。で、今ちょっと変更したものを、ここエンターっていうのを押して、これ今度書き込みますかでイエスにする。すると今これ逆にサーボに今変更したデータを書き込んだわけですね。これでセッティングを変更したと。で、この状態で OK ですんで、電源を切る。で、これでもう元戻ったというか、新しく生まれ変わったというかね。で、あとは、このケーブルを外して、この受信機にまた元通り挿してあげれば、OK と。これで、味付けしたものが再現されるということなんですよ。だからそれぞれの、セッティング項目っていうのは、お好みにしていただいたり、いろんなところでね、いろんな、データとか出されてると思いますので、そのあたりをご自身で入力していけばいいのかなっていうことになります。これがマルチセッティングギアです。はい、続いてなんですけれども、このプロポの、ここ、スロットルトリガーってありますよね。ここどのように皆さん指かけてますかという話なんですけれども、もともとね、私ここにスポンジテープ貼ってたんですよ。で、指のこの先の部分で、この辺りにかけて、こう、押し引きをしてたんですね。そしたら、TM サーキット一茂店長が、それやめなさい、ということで、これもベンベンと外しまして、何が違ったかっていうと、この上のところあるじゃないですか。ここまで指をちゃんとつけろでこの1つ目の節のところで引っ掛ける。でこれでこの微妙な押し引きをここでやるんだと。だからもともとこうやってパッと100まで引いて、でパーンと戻して、でパーンブレーキ、フルブレーキ戻して、フルスロットル、ニュートラル、フルブレーキ、こんなやり方をしてたんです。もともとね、100、0、100、0みたいな走り方をしてたんですけど、それじゃない、もっとこの上のところに当てて、この0から20とか30とか40とか50とかって、こういうこのオンオフの微妙なね、開け閉め、これが大事なんだと。ガッと握るんじゃないよ、ガッと押すんじゃないよっていう、そこをちゃんとやりましょうということで、スポンジテープはもう今は外して、ちゃんと指を奥まで、この1つ目のこの節のところまで入れて、上のところに当てる。でこれで微妙な押し引きをやるんだよっていう風に教わりました。これがもちろんね、必ずしも大正解というわけではありませんで、皆さんそれぞれ使い方あると思いますけれども、もちろんね、一茂店長といえばもう全国的にも、レベルの高いドライバーとして有名ですし、はい、そこはねやっぱりエキスパートの方がこういう風にされているという部分もありますので、私もね師匠に習ってそういう風な今は練習をしております。なのでスポンジも使っておりません。これはすごく大事なことで、やっぱり100、0、100、0っていうやり方をしている方っていうのは、ぜひともねこのスロットルトリガーの使い方、0からもう微妙なオンオフ、微妙なオンオフ、これを使う。できるだけニュートラルにはしないで、少しずつでも少しずつでもスロットルオン、トラクションをかける。これが大事な使い方だということです。はい、続いてなんですけれども、これはもう完全に好みの世界になってくると思うんですが、私も今これグリップテープ、これ3話のプロポ用のグリップテープですね。これを巻いてるんですけれども、もうだいぶこの辺りがね、ほらボロボロになってきて傷んでるじゃないですか。なので今回新しいものに張り替えようと思って買ってきたのがこちらです。これテニスのラケットに使うグリップテープということなんですね。でテニスとかバドミントンとかされてる方っていうのはもうこういうのをよく見慣れていると思います。私もかつては何て言うんですか、地域のテニスサークルに入ってやっていたこともありますんで、テニスのラケットっていうのも持ってるんですね。だからこれまでこういったグリップテープを巻くっていう作業は何度もやってきていたんですが、これをね今回使ってみようかなと。だって青いでしょ青にしてみたくて、なんとなく色味も近いものを選んできたんですよね。でしかもこの袋に書いてあるんですけれども、汗をかきやすい方におすすめ。私ね手汗がすごいんですよ、なので、いつもねこの辺がもうベトベトになるんですよ。でこうやって傷みやすいということもありますんで、まず、これ外しますね。はい、外しました。でこれって何のために巻いてるかっていうと、2つ目的があると思うんですけど、1つはやっぱりこれプラスチック樹脂じゃないですか。なので、汗をかいたりするとここ滑りやすくなるんですよね。なので滑りにくくするためのグリップ、これを得たいがためのグリップテープということになると思うんですけれども、もう1つは太さ調整ですね。このノーマルのグリップが細いと感じる方はここにテープを巻くことで太くすることもできる。ただ、それに関してはこれ取り外して太いタイプに変えることもできるんですよね。で逆にもう一つ細いのもあったと思うんですよ。プロポのセットの中にこれ確か何種類か予備というのかな、交換用に入っていたかと思うんですが、それで太さ調整もできますので、そちらでやってももちろん構わないと思うんですが、結局のところその滑り止めのためのグリップテープ巻きますので、ここはノーマルのままに私の場合はしてあったはず。最初に買った時に太いものに変えていたらごめんなさい、もう記憶にございませんで、外しましたので、ここにこの新しいグリップテープを巻いていくことにします。巻くときは、まあ、上からでも下からでもいいんですけれども、まあ、こういう風にやってこう巻いていくということで確か合っているはず。あ、こうか、こっちから行くんですね。なので久しぶりなんでね。でこれで例えばというか、もうこれいきなり位置決めをするために、まずここの、スタートのところですね。これ両面テープになってますんで、これで位置決めをしてあげます。下の方に関してはそんなところまで握らないんですよね。だいたいこう手で握るときってここから上じゃないですか。でまあ、もちろん個人差あると思いますけど、私の場合も目いっぱい上まで行くんで、今回ちょっとそれをねなんとかしたいなと思ってるんですけど、っていうのもここの収まりがね悪いんですよ。こう持った時にここが結構細く感じてて、どうもねしっくりこないので、もうちょっとこの辺りに太さが欲しいなと実は思っておりました。なので巻き方でその辺が調整できるかなということでやってみたいと思います。実際ねそれもTM サーキットの話になるんですけれども、あるお客さんがここすごく太くグリップテープを巻いてらっしゃった方がいて、それを握らせてもらったんですけど、なんかね結構しっくりきたんですよ。あ、そういうことがあるんだっていうふうに思ったので、ぜひとも自分でも試してみたいなと思いました。なのでちょっとこれね1周目はきつくちゃんと位置を決めるために最初こうきつめに巻くんですよ。はい、で、まあ、もちろんこれラケットじゃないんでこう収まりはねそれほど良くないかもしれませんが、そこは頑張って、やっていきましょう。1周目はこんな感じで、そこからあとは綺麗に収まるように2周目以降はちょっと緩めに上までやっていくことになります。はい、いかがでしょうか。出来上がりました。プロコのグリップ張り替え作業完了。これねもう古い方が完全にこのボロボロなんですけれども、逆です。最初下から張り始めましたけれども、よくよく考えたらこの最後に留めるテープは上に来ない方がいいんですよね。やっぱり手が上の方までかかりますんで、上から巻き直しました。で最終的に下の方にぐるーっといって、ここで止めました。確か最初剥がした時もこの3話のねテープ下にあったじゃないですか。上から貼り始めるんですね、プロポの場合はね。ですので上にはテープはございません。でもう最初に30ぐらい巻いて上を太くしてあります。なのでこう握った時にここが特に太く、こっち側はそうでもないという、これはだからもう自分の握りやすい感じでまとめていただければいいんじゃないかなと思います。で、テニスのグリップテープ巻き直した時もそうなんですけれども、ここのねこうねっとり感、ねっとりって言ったら別にベトベトしてるわけじゃないんですよ。こうね吸い付くような感じですごいホールドされます。これすごくいいですね。もっと早くやっときゃよかった。確かにサーキットなどで見かけた時にこういうテニスなどのグリップテープに巻き替えている方よく見かけるんですよね。色味もそうですし、このね握り加減もいろんなタイプがあるんで、自分のお好みで変えることができるんですよ。でちょっとしたことなんですけど、ここの最後に留めるためのテープもメーカーによってはメーカーロゴが入ってるのがあるんですよ。なんよなんとかくすとかね。いろいろあるじゃないですか。ラケットメーカーのロゴ。あれちょっとね、プロポに、あれは興ざめじゃないですか。たまたま買った、これなんだかよくわかんないところですけれども、これがですね、逆にメーカーロゴが入ってなくて、ああ、そうだったんだって、これ全然知らなかったんですけどね。これいいじゃないですか。すごいしっくりきてましてね。で色味も青で統一されて、かっこいいでしょ。うわもうこれもうまさに自分専用カスタムプロポじゃないですか。めっちゃ惚れた。めっちゃ惚れた。もうプロポ握りながら寝よう。よくねプロポを毎日握るんだという話も聞きますけれども、これだとちょっとほんとねいい感じですんでね、次またサーキット行くの楽しみになってきましたね。ということでですね、今回はプロポに関していろいろ思いついたことというかね、これまで教えていただいたことなどをまとめて紹介しましたけれども、それ以外にもいろいろこうプロポに関してもノウハウあると思うんですよね。なので、また今後もアップデートしていきたいと思いますけれども、ご存知なかった方とかもし参考にしていただければこれ幸いということで、はい、今回はプロポのお話でした。